どうもこんばんは、NM です。ゲーム東京グールジェイルの主人公リオ、東京グール RE から登場したグールシコラエが同一人物であることは皆さんご存知だと思いますが、今回はタイトルにもある通りリオとシコラエの共通点、原作に隠された小ネタを紹介していこうと思います。声優、プレイステーションビータ専用ソフトとして2015年10月に発売された東京グールジェイル、その主人公であるリオの声を演じたのは小野賢章さんでした。そして東京グール RE で登場したシコラエ、テレビアニメでは同じく小野賢章さんが担当しています。古田二村が名前を呼ぶ。東京グール RE134 はウリエと黒岩による古田二村サモンシーンで、古田が普通にリオと名前を呼んでいます。ここで確信に変わった人も多いのではないでしょうか。ちなみにテレビアニメでは名前を呼ぶシーンはありませんでした。服装、作中でリオは縞模様を好んでおり、着ている服も縞模様を基調としたデザインとなっています。そしてシコラエもまた縞模様の服を着用しています。アザ、東京グールジェイルではジェイルと呼ばれる凶悪なグールをリオが探す物語となっています。ジェイルの意味は檻であり、カグネを発言させた際に目元に現れるアザが格子状で檻のように見えることから、そのグールはジェイルと呼ばれていました。そしてジェイルの正体はリオでした。リオの目元には檻のようなアザが発言します。そしてシコラエにも同じ格子状の檻のようなアザが現れます。最終話、東京グール RE 最終話で格弱化したシコラエが描かれていますが、手書きで兄さんと叫んでいる吹き出しがあります。かなり読みにくくなっていますが、よく見てみると確かにひらがな4文字でしっかりと兄さんと書かれていることがわかります。カグネ、リオは作中で輪郭、右角、尾角、口角の4種類すべてのカグネを使用することができます。そしてシコラエもまた複数のカグネを使いこなすことができます。シナリオブック、ここからはシナリオブックに隠された要素についてお話ししていきましょう。東京グールジェイルのすべてが詰まったシナリオブック、このカバーを外して後ろを見てみると、なんとシコラエが描かれているんです。皆さん気づいていましたか？そしてこの本のラスト、石田水先生の後書きよりさらに後ろの本当に最後の最後に、ゲームでは描かれていないエピソードが収録されています。もちろん原作にもありません。ゲーム東京グールジェイルではリオはシコラエにはなりません。コクリア脱獄時にヨモに助けられアンテイクへと運ばれます。しかしシナリオブックの最後にはヨモではなくエトと思われる人物に助けられる様子が描かれています。そしてそのまま青霧へ加入、その後エトに洗脳及び改造されシコラエになった、これが原作ルートだと思われます。まとめますと、ヨモに助けられてアンテイク加入が PS ビータ専用ゲーム東京グールジェイルルート、エトに助けられて青霧の木加入が原作ルートとなります。しかし原作とシナリオブックのラストは矛盾点もあります。エトがリオを助けた場所とリオの状態が異なっていることです。東京グール RE13 巻ではエトがタタラに、タタラさん SS の独房で面白い子を見つけたよ、頭はパーだけどカグネを4種類とも使えるのと言っている描写があります。 SS の独房ということはそこはまだコクリアの中ですね。シナリオブックのラストでエドが助けたリオはコクリアを脱走後の逃走中のリオです。原作で助けた場所は SS の独房、シナリオブックではコクリアの外ということで助けた場所が異なっています。そして原作での救助時にはすでにリオは頭がいかれていますが、シナリオブックではまだ正常な精神状態です。ですのでシナリオブックラストの描写は東京グールジェイルの原作シコラエルートといったところでしょうか。はい、ということで今回はリオとシコラエの関係性、そして原作に散りばめられた小ネタについて紹介してみました。金木の代わりに死ぬための物語、東京グールジェイル、その主人公リオが原作東京グール RE の最後で最強のボスキャラとして登場するというなんとも熱い展開となっています。
番外編や続編が出るのであれば、僕が一番見たいのはシコラへの最後なのかもしれません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。